今掃除始めないで。あ、なんかついてる。ちょいちょい。いいんだよ。今こっちいなかったっすか。俺、はい、めっちゃ怖いじゃん、お前。いないよ。俺今ここにいて、こうやって叩いただけだよ。えって。はい、どうもー、いつもよんです。お願いしまーす。ということで、日常でーす。暗いな。なんかさ、もうちょっとさ、明るくしたいんだけど。いや、まあ、ここで、これ、そこつけて。もうちょっと明るいキッチンが良かったな。いや、そこそんなでしょ。ちょっとね、3日連続にはなっちゃうんですけど、まあ、ちょっとやりたいんでやりまーす。ね、かぶるだろ、これ。だから何、お前。腹立つな。なんすか？今日のね、神田のお弁当はこちらです。こちら。ここに、お弁当ってちっちゃいパスタ入ってるじゃないですか。この小さいスパゲッティあるんですけど、これ見た時にちょっと思ったのが、はい、うちにさ、これあるんですよ。はい。だから、これに入ってるパスタが10倍の量になってたっていうのっていういたずらをやりたいと思います。まあでも悪い気しないじゃん。もう全部入れちゃうってことですか。全部は入れねえだろ。パスタ弁当になっちゃう。でもまあ10倍ぐらいは入れよう。うん、こんくらい。こんくらいもっさり入れよう。はい。お前何やる？じゃあ俺から揚げ増やします。お前から揚げもう一回なんかし、あ、もう一回揚げ、もう一回揚げ、から揚げを、あ、から揚げ粉ある？天ぷらとなる。じゃあもうお前はから揚げを天ぷらにして。じゃあすいません、やっていきます。ちょっとね、あんま時間ないんで2人でちょっとね。梅原さんは大丈夫ですか？何が？あ、俺のも二度揚げしとく。はい。もはやタルタルソース5等みたいな。5等じゃあ俺のも、なんで俺のやる意味がなくない？いや、俺は何、自分であ、俺がそんで、お前これ揚げたろって言うっていう。ああ、カンタさんみたいな。ああ、カンタのがメインでやるようないたずら。俺にとっては日常レベルだから、日常でやろう。余ったパスタはね、全部キイチがね、食べるんで。天ぷら粉しか余ってるっす。あ、じゃあいいよ、天ぷらで。最初、ボウルにそれ作って。はいはい。なんで俺のあげんの、逆に言うと。暇だからってこと？いや、なんか暇だからです。あ、そうだ、暇だからね。暇だからですね。暇じゃないんだけどね。夏やばい忙しいな、本当に。一緒で、多分カンタは今メインのね、使う道具とかを買い出しに行ってるんで、 P サンカーで。でもさすがに3日連続はないと思ってると思うんだよね。だって家のもの全部に襟足つけるっていうドッキリメインでやってんだよ、やつ。いける？これ、いや、まだ。いや、いいんだよ。とろみ足んないですね。とろみいいって。職人じゃないんだから。え、職人だと思ってお前がそこで立ってたの？はい。あ、天ぷらの、まあ、揚げるうまさで今日呼ばれたと思ってる。はい。あ、違うよ。え、違うんですか？あ、違う違う。お前面白いから呼ばれてたけど、別に天ぷらの揚げのなんかサクサク度とか別に誰も求めてない。え、求めてないんですか？うん。だからもういいって思ってる、俺的に。クオリティー。クオリティーとかじゃない。いたずらだし。はい、入れてくよ。え、全部揚げます。全部揚げよ。なんか俺の方がドッキリされてね。はい。っていうやつ。っていうやつ。いきまーす。いきますってか、俺のなんだよね、これ。はい。おお、めっちゃ重そうだよ。俺、天丼頼んだ人なんだよ。多分結構、見ない天丼です。確かに、ハンバーグの天ぷらだと思う。さあ、パスタができましたね。くるさん。はい、こちら、カンタの10倍に増やすパスタです。なんか厨房みたいになっちゃってるな。弁当作ってる業者みたいな。お、いいじゃん、いいじゃん。いいじゃんってか、俺のなんだけど、それ。お、それ、いいね。シューマイの天ぷら。はい。それは、ちくわの
揚げちくわの天ぷら。はい、揚げちくわの天ぷらの天ぷらです。それは卵焼きの天ぷら。卵焼きっす、ね、うまそうじゃない普通に。それはハンバーグ。ハンバーグ。いや天ぷらだろ、ハンバーグの天ぷらだろ。これはハンバーグ。ハンバーグの天ぷら。なんすか。オッケーです。俺のね、のり弁が、天ぷら天丼になりました。はい、ということでね、じゃあこの部分を増やしていきたいと思います。10倍ね。10倍。多かったらなんか得した気分になりそうけどね。これ喜ぶ。おい、まだ全然シャリシャリじゃねえか。シャリシャリの極みじゃねえか。もうちょっとチンしまーす。お、同じじゃない？色合い。そうっすね。元だったやつが、やっぱ今あるやつもカピカピになったよ。バンっていう。かも。ディスじゃん、お前。おう。これは気づくかな。ギリ気づかないパターン。ギリ気づかなくない、あいつ。パターンありますね。これギリ気づかないよね。パターンあります、それ。先に俺が仕掛けよ。あいつがこれを言う前に、はい、うわ、俺やられてるわ、つって、あいつに問いただして、はい、後輩じゃねつって。はい。ああ、そうだ。その、え、お前絶対やってじゃん、つって、やってないっつって、じゃあもうキーチ行くよ、つって、キーチ呼ばれて、はい、これやったっつって、やりました、つって。で、カンタな、カンタ何もやられてないっつって。はい。俺ってないな、つったら勝ちだし。はい、そうっすね。なんか多くねってなったら多分それ俺のせいにされなかった。こんな感じですね。もうちょっといきます。もうちょっといこう、もうちょっといこう。そりゃそうだよな、攻めの姿勢が大事だもんな。逆にさっきのさ、この唐揚げがあった場所と唐揚げ交換するっていう手もあるよ。ああ、いや気づくだろお前、これは気づくだろ。え、ちょっとどうしよう。ここに入れる？ああ、この緑。ああ、はいはいはい。じゃあ場所はあるんですね。場所はあるかな。ここに緑を入れることで、いや全体を通してこんな感じだよみたいな。山盛り弁当だよみたいな。多分違和感ないですよ。違和感もあるだろ。違和感ない。どういう人生歩んできたらこれで違和感ないんだよ。でもカンタさんいける。完成しました。はい、パスタ10倍弁当、はい。いや、これね、いいよね。あ、唐揚げあげます。いや、めんどくさくなっちゃった、なんか。キーチ、はい、マイワスの新曲出てるぞ。マイワスの PV 出てるぞ。見ました。見たの？はい。ちゃえんじゃん。見ました。みんな血だらけって。おい、言うなよ。いや、言うなよ。絶対もう言うなよ。最後に言うなよ。最後まで見てないんですよ。めっちゃ失礼な。急にめっちゃ失礼じゃん。途中で視聴やめてんじゃん。いや、違う、買い物があって。ああ、そうだね。止められてるんだ。はい。仕方ない。それはどっちも悪くない。はい、どっちも悪くないです。でも、マイパスが悪いわけないから、それ。今、わかんないから、どっちも悪くないわけないから。一、夏の目標ないの、夏の目標。夏っすか。うん、これかましますね。こうなります。そうですね。うまっ。シリ主力じゃん。ダメなやつだし。はい、使えないし。いや、だからそう、文字のやつでしょ。はい。ね、待って、なんかめっちゃこういうやつ、これ卵焼き油っぽいんだけど、めっちゃ、ああ、え、やった、やってない、やってない。え、何、どういうこと。卵焼きなんかすごい油っぽいんだけど。それ油っぽい卵焼きで、ああ、ボイリーな、うん、
やってない、やってない、本当にもうやってるみたいな感じになっちゃってるもん、俺もうね、やってる人もね、やってないっていつも言い過ぎて本当にやってないって時も自分でもいつものやってないと同じトーンだな。確かに、やってない、やってない、やってない。その時に生きてるって知ってるかな。はい、それはいいことだね。俺のシューマイ天ぷらにしたの、お前もう俺のシューマイ天ぷらにした、やった、お前やった。いや、食べてみない、うまいっす。醤油とかかけた方がいいです。めっちゃうまいけど、はい、なんで、何する何する天ぷらじゃん。いたずら、いや、まあ、はい、はい、パンとなんかやられてた、やってな、やられてない。